はい、い政務活動報告ビデオでございますただいまはです、ね、国道463号、羽倉橋の橋脚のあたりにおります、さいたま市側の方におりまして、なぜここにいるかと言いますと、この羽倉橋でございますが、いろいろとです、ね、補強工事をしていたんですけれども。 それではちょっともう間に合わないといいますか全面的な打ち替え工事コンクリート等のですね老朽化がひどくなりまして全面的に、えーまあ、上り車線側、です、ね、四季方面から浦和方面にさいたまあ、埼玉市方面に向かうところをですね一旦、えー、閉鎖しまして。えー 今、浦和方面から四季方面に行くところの2車線を片側1車線にして全面的な打ち替え工事を今後行うということでございます、こちら、主な工事をするのはさいたま市さんなんですが、埼玉県も負担金を支払っているところでございまして、さいたま市と県の事業にもなると。 というこ,とでこの工事がです、ね、非常にこうオリンピック前までかかるということで今後の道路状況は大変心配されております今、いろいろ迂回等のです、ね、対策を考えているところでございますが、まあ、片側1車線ということになりますと式、まあ、側のです、ね、上宗岡の あ山丁目のところはですね、えー、渋滞も予想されるところでございますまた浦和との羽倉橋を使った行き来というものは非常に、えー、混雑が予想されますので、えー、今後ですね工事が始まりましたらこの羽倉橋を迂回 するような形で秋ヶ瀬橋とか自炊橋もありますのでそちらの方を利用しながらですね、この荒川を渡っていくということもしていかなければならないそんな状況になっているところでございますこれから詳しくですね、ま後期等をちょっと説明させていただきたいというふうに思っております主な工事内容といたしまして平成30年度に切り回し工事ということで4車線を2車線に 床盤の取り替え工事を行う予定となっております。平成31年度には床盤の補強工事、そして平成32年度には切り回し復旧工事ということで、まあ2車線から4車線に戻すということでございますが、まあ現在のところですと。 まあ予定ではです、ね、平成32年度の5月末から6月にかけてこの工事が終わるということでございますので、まあ、7月終盤から始まる東京2020オリンピックに間に合わせるような形で何とか工事を終えたいということでございますけれども約3年近くです、ね、この工事が行われるそして片側一車線になるということで、まあ、大変な渋滞が予想される。早急な大 対策が必要になってくるということでございますはい、えー、以上現場からの報告とさせていただきます、えー、羽倉橋の橋脚のところでございました